10ポンドと20ポンドの大型ハンマー大型ハンマーとは長い柄に大きく平らな重い主に金属界が取り付けられた土である。なお、英語ではスレッジハンマーと表記するのが一般的だが稀にダイナミックハンマーと呼ぶ場合もある。大型ハンマーの柄の長さは先端の金属界の質量に関わらず 50cm から 100cm 程度である。 ハンマーヘッドの質量は通常 1kg から 3kg 程度だが近頃の業務用の重い大型ハンマーであれば 4.5kg から 9.1kg に達する場合もある。このような大型ハンマーの扱い方は小さなハンマーの扱い方とは異なっている。大型ハンマーを扱うためには通常量手持ちである必要があり、また通常腕だけではなく胴体をも伴った。 大きな動きが必要となる。大型ハンマーは大きいがために小型のハンマーよりも強い力を打撃対象に加えることができる。さらにこの大きな動きが合わさることで大型ハンマーによる打撃の結果加えられる力はより強くなる。また小型のハンマーは比較的狭い範囲に力を集中させて加えるのに対し大型ハンマーは 比較的広い範囲に力を加えることが特徴である。したがって、例えば小さな釘を打ち込む時のような作業に、大型ハンマーは基本的に向いていない。犬釘のような大きな釘を打ち込んだり、さらには、杭を地面に打ち込んだり、構造物を破壊したりといった用途に向く。地面に柱を打ち込むために使用される、スレッジハンマー英語では、大型ハンマーのことをスレッジハンマーという。 このスレッジハンマーという語は、もともとアングロサクソンの言葉のスレイガンに由来する。このスレイガンは、激しく攻撃をすることを意味していた。なお、アングロサクソンの言葉のスレイガンは、英単語のスレイという語、同じく英単語のスログという語の語源ともなっている。ちなみに、英語でスログイットアウトと書くと、最後まで徹底的に戦い抜くといった意味になる。また、 スレッジハンマーが、大型ハンマーを意味する名詞であることは記述の通りだが、他に、大型ハンマーで叩くを意味する動詞となり得る以外に、強力な、圧倒的なという意味、場合によっては、残酷なという意味の形容詞となることもある。ここでは、大型ハンマーと似た道具について記述する。大型ハンマーの使用時には、同時に別な道具が使用される場合もある。そのような道具として、 ハンドスティールが挙げられる。ハンドスティールとは工業において用いられることのあるのみに似た道具である。これは通常巨大ハンマーと共に使用される。ハンドスティールは人力での鉱石の採掘において使用された伝統的で基本的な道具であった。19世紀と20世紀において露天掘り、行動での採掘を問わずハンドスティールは使用された。 しかしながら、いずれの道具も、かつては工業において使用されたが、今は滅多に使用されなくなった。ありがとうございます。